何これ、これコマイ君の話。え、なんかうちの姉ちゃんコマイ君にガチギリしてんだけど、うちの姉ちゃんなんかあったの。もうコマイ君なんか全方向に向けてんの今回、なんかいろいろ。なんなんだの、お金、お金貸したの、まさか借りてたの、どういうことこれ。昨日コマイちゃん心配して連絡したんだけど、あんたたちの付き合いもあくまで配信者同士ってことかな。なんか電話で話したってこと、コマイ君と。これうちの姉ちゃんね、あまりにも負のオーラしかないし、返信も微妙で帰ってこないしなって。コマイ君がはっきり言って友達なら言っといてよ、なめんなってあんたたちが友達でもなく仕事仲間なら、私が立ち入りすぎてしまったかしょうがないと思う。今後一切連絡しないからさ、だって。私たちの仲を心配してなんか連絡したってこと、そういう話になったってことかな。で、うちのお姉ちゃん的には小前くんは家族みたいな感じなんで、兄弟みたいな。でも私の目線もそうだけどね、ぶっちゃけね。配信者仲間でもあるけど、まあ、家族ぐるみで付き合ってるし、まあ、私はなんか預かってる、預かってるって言い方もおかしいけど、こっちにいる限りは、ねえ、なんかそういう、なんていうの、家族みたいな感じだよね。家族っていうのが、なんていうのかな。そんな感じに近い感じで見てるよ、お前の弟みたいな、その。じゃあ、小前くんの対応がなんか悪いんじゃないのこれ。うちの姉ちゃんこう切れるってことは、なんか言ったんじゃないのだ、最近ほら、ね、俺は配信者で嫌われてるモードで、うちの姉ちゃんにも言ったんじゃないの、モンジョリにも嫌われてるみたいな。多分そうだと思うよ。うちの姉ちゃんがなんでそういうこと言うのみたいな感じになったんじゃないねえ、ナナはってね、お前くんのことも弟だと思ってるよって、私だって、みたいな。いや、そんなことはないって、俺は、配信者の、なんかそういうののつながりだけだし、みたいなさ、とか言ってね。なんとなくそんな感じじゃない流れ的に。病んでんのかね、またエンタメって言っても、だってこれはプライベートの話じゃん、これ。うちの姉ちゃんとはさ、うちの姉ちゃん配信には関係ないじゃん。そこにエンタメを持ってってもな、みたいな。せいじくんにまたお金を借りたの。TikTok で220万稼い、せいじくんに220万円になっちゃったの、上限が。うわ。なんでさ、お金稼いでるの借りるんだろう。だって稼いでるじゃん。そのお金はどこに行っちゃうの？ネタで借りてんの、やっぱり。だって最近ベトナムから帰ってきてギャンブルなんかやってないじゃん。やってんの？ベトナムから帰って、あれか。協定とかか。協定か。ボート。借金ゲーでやってんの？他になんかない？様子がおかしいこと。お金以外で。この誕生日会絡みでその前後でね。寝れないらしいんだ。あ、ネタ切れで病んでるってこと？やることなくてこっち帰ってきて。それなんかまたベトナム行こうかなっていう流れ？ねえ、ネタがないからどっか行こうかなみたいな。じゃああれじゃない、私の予想。ベトナムはまだ行けませんってお金貯めてるからね。大阪か静岡コースですよ。またね。大阪、名古屋、静岡がワンチャン北海道。ワンチャン一人沖縄旅行とかさ、なんか移動すんじゃないの、こっかな。ね、あ、今日実家行くっつってた、ほら。狛江ループ炸裂よ、また。狛江ルートの狛江ループよ。
で、いつもそうなんだよ、小前くんって。俺は嫌われてる仲間なんていない。じゃあ癒しを求めに行こうっつって静岡に帰るんだよ。お父さんのとこにね。で、癒されて、やっぱ都会は嫌だと、こっちに住みたいみたいな。引っ越そうかな、みたいな雰囲気出して、また大阪に行くんすよ、そっかな。で、大阪めっちゃ楽しいみたいなさ。ね、養分とかね、聖司くんとかと絡んで、もぐごりとか行ってさ、大阪めっちゃ楽しいみたいな。で、じゃあ、一通り回って、こっちにまたね、川崎に戻ってきました。そしたら、ね、久しぶりにポストが開けたら、たっぷりとね、ポストの中に入ってますと。それを開封して、ね、いくら支払いしなきゃダメかっていうさ。あ、野球にも出んの？野球？あなたストローどこ行った？野球にも出んだね、あの対決のやつ。たださ、この間ね、ゼロワンくんの誕生日会で小前くんに会ったじゃん。なんか様子おかしかったもんね。私と顔合わせても、なんか全然話してこないし、挙動不審だし、もうずーっと遠くでさ、私のことを映してるだけでね、カメラで。それで、ね、私のことをね、谷間とか映してたら、そのまんまバンになったんだよな、ね。それでナイス剥奪だっけ？確か。ナイス剥奪されたんだっけ？私の谷間で。うん。そうなんだよ。でもなんか、小前くんみたいなめんどくささはないね、カマチョみたいな。小前くんはなんか病んでてカマチョなんだよ。なんかこう相談とか受けんだけど答えが出なくて、でもこうしようああしようって言ってて、なんかもうこっちが巻き込まれる系のメンヘラみたいなさ。うん。でも、りょうたは、病むんだけど、結局復活して元に戻るタイプかな。そう、昨日とかもね、りょうた連絡あったけど、普通になんか、すみはねちゃんと遊んでまーす、みたいなね、写真が来たんだ。イベントに遊びに行ってまーす、みたいな。うん。いや、なんでみんなさ、周りはさ、そういう病む人ばっかなんだね、仲いい人。こよくんもそうじゃん。どうなっちゃったの、こよくんは。こよくんどうしたのよ。山にこもって降りてきたらそのままいなくなっちゃったじゃん。ちょっとツイッターも私見てないんだけどね、こよくんね。連絡もしてないよ。こよくんちょっと見てみる？あ、なんかちゃんと病院に行きますから何もアクションなしだよね、これね。あのさ、やめてよ、本当に。俺、これ、やだってもう。いや、俺、やってるから。やってるし、違うってもう。いや、似てるっしょ、結構。やめてって言ったじゃんけど。やめてって言ったじゃんみたいな。じゃあ、どういう意味でそうやって連投してんの？そろそろ終わる？そろそろ終わるってハテナマークで。終わってないから今やってんじゃないの？どういうこと？嬉しいってことなの？それとも終わってほしいの？じゃあ終わります。さよなら。